めっちゃお会いしたかった。合ってますか？合ってますか？合ってますか？ひねらなあかんねん。すげえな、よう俺できへん。そういうのできへん俺。すごいな自分。開会式終わったらお二人とも当日ジャマイカポーズやりましょう。やりましょう。お願いします。ありがとうございます。いや嬉しい。僕もステッカー渡していいですか？ありがとうございます。いやもうジャマイカさんの車をね大阪キャンピングカーショーであの横でじーっと見てて、あ、よかったよなー言ってそれあの、はい、限定お話しします。ありがとうございます。いただきました。これです、車に乗ってたので。いや、ありがとうございます。外へ貼れるの、2枚目いただきました。外に貼れるのはね、それまた別で。あ、これ別でこっちです。こっちが UV カットと。あ、そうなんですか。ありがとう。あ、いいんですか、いいんですか。3枚もいただきました。ありがとうございます。キラキラね、覚えてて、覚えてて、外貼るやつ、これグリーンのね。あかんかった、後で UV だけ上かんかった。あ、いやもうめっちゃお会いしたかったっすよ。いやいや、そんなこちらこそ、もうすごいな。どこに行ってもジャマイカさんの話あんな有名になってるんですね。すごいこと。どういう仕組みになってるの。一応 YouTube はやってるんですけど、細々と、はい、やってる。雑誌とかのちょっと、ね、すごいな。取材させてくれっていうふうに DM が来て。いいな、すごいな。いいっすよーってジャマイカさん乗りやな。そうそう、ジャマイカさんのすごいですもんね。あのツイッター見てもなんかもうものすごいいろんなもんが出てるね。私らもう確実にニコちゃんマークみたいなのしか出せないからピューンとかピューンとか言って出てるからウェーやとか言って、ね、あ、あ、おった、いたいたいた、あの人、そう主役の人やな、うん、ありがとうございます。よろしくジャマイカ。腰のそうっすね、今のもう一回いくで。腰を入れなかった。もっとバックやな、はい、いいですか、はい、から一せーのーでジャマイカ。ジャマイカさんのジャマイカポーズで撮れた。ちゃんと動画も撮れてる。お父ちゃん、お父ちゃんに任せてんねんけど大丈夫。そんなことできるのがすごい恥ずかしげもなく。恥ずかしげ俺無理やわそんな。ようやんなお、すごいな。何がや。あ、ジャマイカさん。ジャマイカ出たジャマイカポーズ。有名人、有名人来た、有名人来た、有名人来たです。早朝来ていただけたありがとうございます。明日そしたら明るくなったらお伺いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、すみません。おはようございますジャマイカさん。おはようジャマイカ。決まった、決まりましたな。カエルさんも今回初めてね、やっとお会いできて、はい、よかったです。興奮がメロメロじゃないかみたいな。いつもジャマイカさん見て興奮すごかったけどな。じゃあすみません、ジャマイカさんの車見せてください。はいはい、お願いします。そうそうそう、ジャマイカジャマイカジャマイカって書いてますね。ちょっとお待ちください、ね、はい、電気つけます、ね、はいはい。あ、さ、ジャマイカさんとここキーやから、ここにもずっとシール貼ってはんねんね。ずっと入んなせ。いいですか、 お邪魔いたしやす。あ、広い。お父ちゃん、いや、お父ちゃん、そういうのに、え、広い。やっぱり、ツッと重いわ。なんでやっぱりこの、上げてはるからや。そういうこと。ほら、お父ちゃんのあの座高高いのんでも座れるやろ。そうですか。立てるのは、いやでもこれだいぶ広いな。あ、でもこれ我々は、私は立てます。道の駅ではこれは可能なの。あ、やってますよ。あ、上やからね、別に迷惑かかれば、はい、私は立てるで。俺もほぼ立てる。あ、マジですか。俺もほぼ立てるわ。あ、すごいな。すごいすごい。これは何ですかジャマイカさん。電子レンジ用の電子レンジです。はぁ、なんかでもここのメーカーすごいらしいんですけど。そうなんですか。マジか、ごめんなさい。たまにキャンピングカーショーで置いてはんの見て、冷蔵庫なんか何なのかと思ってたら電子レンジやったんや。若干少なくできる。あ、そう、12ボルトでできるやつです。ただ、普通の電子レンジやと2分かかるとか4分かかります。あ、倍は。そうなんや。うん、まあね、まあ、例えば車中泊とか飯食い、行く時間がないなっていう時に、例えば弁当を買って、弁当チーンってしてやって食べてやるっていう方法もあるんで、うん、結構重宝はしてますね。そうですね。回転式じゃないからお皿も
落ちるっていうあれもないし、ガタガタで割れるっていうこともないし、それはあのキャンピングカー用の実は3種類あるんですよ、テーブルが。これがあの外で使う外側のアウトドア用テーブルで、これがそうです、今のここにガチャンって。はい、失礼します。はい、失礼ジャマイカ。失礼ジャマイカ。私の存在が失礼ジャマイカ。いや、どういうことやねん。普段あそこに収納してるんですけど、例えば飯を作ったりとか、はい、するときに、こう一本足で、うん、まああの王さんみたいなね、うん、一本足だもんね。そうそう、いい、そうやね、俺がジャマイカや。でこんな感じでここにセットしてやって、はい、ここでロックをかけると。仕事とかコーヒー飲んだり、コーヒー飲んだり食べたり、もう鍋とかもしますし、ね、あ、だからあのあんまりここに荷重かけると、はい、ステーンっていっちゃうんで。ああ、でクーピーさんなんかここに別で柱つけたり。そうですね、はい。でもそれすると今度ここの足のスペースがまあまあ結構ここは支柱で支えてる、そこさえこっちに荷重いかないようにさえすれば、まあ普通に結構簡単なものだったらここに置けますし、こんな感じで使ってます。これってもしかしたらこれもこうガチャンってなるんですか。ね、それはバンクベッドです。そじゃない、そうバンクベッド、ポップアップベッド。はあ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 、全部あの2階部分になるんです。はあ、これそうなってるもんね。そうです、そうです。で結構スペースあるんで、あのここにラップポンとかも入れてます、おトイレのやつですね。そうそう、使ったことないけどみたいな。あのやっぱり災害があった時、なんかあった時に必要かなということで、まあ今度北海道の家を行くんですけど、まあ北海道ってなかなかトイレがいいけど点在してるから、そうそう、だからどっかで一箇所から一箇所遠いんですよね。そう、急にね、例えばトイレ行きたくなった時に困るからっていうので、ここで組み立てて緊急にしちゃう、はい、でも現物ってここに置いときゃじゃないじゃん、いくら電磁圧着してって言っても、それがあるんで、このウルトラボックスのスペース、サイクルキャリアのところに、はいはい、これですね、はい、収納ボックスを設けて別で、でここにそうゴミ箱として使おうかなと、はい、これももう元から買われた時からつけてあるんですか、このサイクルキャリアですか。はい、サイクルキャリアはついてました。自転車乗せるよりもやっぱり収納の方が気になってたんで、軽なんでそんなに広くないじゃないですか、ある程度スペースを確保したいなと思ったら、ここに極力物を置きたくなかったんですよ、部屋として使いたかったから、じゃあどうするのかって考えた時に、あれがウルトラボックスにしようということで、なんでウルトラボックスにはアウトドアの椅子とか焚き火台とか、そういうキャンプ系の道具一式が入っているのと、まあ今座っていただいたら分かると思うんですけど、まあ座るにはいいんだけど寝るにはちょっと硬いなと思ったんで、あそこにはトゥルースリーパーのセミダブルが入ってます。言ってた、言ってはったやつですね。それで言ったら家と同じ寝心地が実現できるので、ほんならトゥルースリーパーのセミダブルは入ってるっていうことですか。であの結構薄いんで、効果高いのが薄いから、あの折りたたんで収納できるんで、パックかなんかに入れてキュッてやれば。そうなんや。でもこの長さがないなと思って。キャンピングカーってこれベンチタイプって言うんですけど、ベンチタイプの他に対面式っていうのもあって、こう2人でこう、こっち側に座るタイプです、そのタイプだとまずベッド展開するのにすごく手間がかかるっていうのと、あの移動距離がすごく狭くなっちゃうんですよ。例えばここにテーブルが来て、こう対面になるじゃないですか、ここのスペースだけしか通れなくて、もう太ってるんでガンって当たっちゃう。いやそれはいかんだろうと思って、ただあのこのベンチタイプが見つかって、ベンチタイプだったらこうスーッと横移動が可能な、広く使えるんですね。狭い径のキャンピングカーをいかに広く使えるようにするか、快適にいかにしていくかっていうところが命題やったんで、本当軽のキャンピングカーを買うことが主目的じゃなかったんで、あの最初はレジストロとか、あのラクーンとか、あのハッピーワンとか、あの系統が欲しかった。ですごく悩んでたんですけど、家の住宅市場的に諦めざるを得なくて、地域だからあの A to Z さんとかすごい憧れたんですけど、家の住宅市場にフィットする車じゃないと意味がないので、で最終的に軽のキャンピングカーでじゃあどうするって考えた時に、キャンピングカーってその車の特徴的なメリットもあれば、この車はこうだよねっていうデメリットも絶対にあるんですよ、メリットと同じだけのデメリットがあるんですよ。じゃあどのメリットを選んで、どのメリットをこう感受するか、結局それをどういうふうに自分の中で考えて、このメリットが欲しいと、でこのデメリットだったら許せるなとか、いや結局その辺でオーナーさん選んでいくしかないんですよ、ね、ああそうですね。で僕はそれを考慮した結果、もう敬愛しかないなと、敬愛しかないじゃないかみたいな感じで。あこれ新車でからですか。実はこれ中古なんですよ。中古で2015年式の分で、
15年式だとまだ浅いですよね、キャンピングカーっていうかこういう中ではね。まあ、そうですね。だからあのクーラーがついてなかったんですね。今クーラーありきで、はいはい、今のこれから買うキャンピングカーを買う人たちは本当に羨ましいなと思うのは、クーラーついてるんですよ、あのクールさとかワンクールとかっていう、こう軽キャンピングカー用のこのぐらいのやつですよね。そうそうそう、ね、収まるぐらいの感じ。あれも電子レンジか冷蔵庫かぐらいの、ね、冷蔵庫よりちっちゃいね。ただね、クールさは50万ぐらいするそうです。僕も一応だから一回言ったんですよ、その業者の人に、メーカーにちょっとうちにもつけてくれんかって言われたら、あの KI とかの K のキャンピングカーさんは最初からそれをありきで作らないと後付けはちょっとできませんって言われたんですよね。やっぱりこう室外機をどこにつけるの問題とか、まあ一応ね下につけるしかないんだけど、多分その配線を回したりとかいろいろ多分複数号があってつけれないっていう感じなんでしょうね。でも夏場だって車中泊したいわけじゃないですか。僕なんか釣り行くし、あの釣り場でね一晩寝て目覚めたらさあ釣り場だみたいなことができるわけですよ。仲間内との夏場のキャンプの楽しさもあるんで、じゃあどうしようかっていう時に考えたのがもうこれだったんです。エコフローウェーブ2です。あのこれ最初にクーピーさんとかケンキャンさんが、出演されてて、そうですね。あのこれね、普通の家電よりも電気めっちゃ食うんですけど、アロイパーク限定ということであれば使います。ここにあるプラダーあるじゃないですか。はい、これここにあの給気道排気の、あの穴を突っ込めるところがあって、で助手席からこう空気を取り込んで空気を出すにして、でここにも つなげれるホースがあって、ここからこうここまで持ってきて、でカーテンで締め切ってしまう。ってやるとめっちゃ快適です、夏場でも。ただ炎天下やとポップアップしてたら電気逃げちゃうんで、炎天下は締めとかないとダメですけど、極力あの狭い空間にしといてこれをすると。ステランもあの断熱はもともとされてるんで、で夜になったら結構もう開けてても全然効きます。断熱はやっぱり大事じゃないですか。断熱はね、電気の断熱もよく効くやんか、なんか最近。なんか天井に塗りましたとか、塗るぐらい効くのはあるところだけど、やっぱり大事やねんな。断熱はすごく大事ですね。ただでも逆に夏場って断熱で熱が逃げないからこそ熱がこもるっていう弱点があるんですけど、ね、ああそっか。だからそのためにもこれ必須なんですよ。これがなかったらねもう本当に。でもこれを使おうと思うとかなりのポータブル電源は必要ですよね。そう、最初考えてなかったんで、家電を大概使えればいいなと思って、こっち1200ワットを買ったんですけど、全然足りないわけですよ。で一応このエコフローウェーブ2の下にもバッテリーがついてるんですけど、このバッテリーとこれを合わせても電力は足りないです。あのせいぜい持って 4,5 時間かなっていう。だからやっぱり RV パーク限定になる。で今こうやって繋いでエコモードにしたら、なんとかその4時間5時間ぐらいかなって感じなんですけど、僕なんか暑がりなんで、前回オラオラ状態じゃ我慢できないんですよ。だからもう RA パークにつないで、もう電力さえあればもうこっちのもんなわけですから。だから嫁さんに起こされますけど、ね、寒すぎるって。キンキンに冷えちゃうから。これを置いても、ここはベッド全部、あ、そうか、これは前に置くからか。そうです、最初ここに置いて使おうと思ったんですけど、フルベッド展開したらもう絶対当たるんですよ、ね、そうですね。あ、だから助手席に置いて、助手席にプラダーを置いて、そっちで冷気、あの冷気はこっちで、排気は向こうでか。そう、この空間が阻害されることがないっていう。ただこれ、めちゃくちゃ重たいんで、腰言わした時はできないんですよね。これ、容量が大きいイコール重い。重い。これね、これ課題やな。ちょっと持っていただいたら分かると思うんですよ。両手で、そうそうそう。ちょっと30、40あるな。ほんま。じゃあちょっとあのフンってやるとやらんと無理ですね。じゃあちょっと今の冷蔵庫みたいには私がこっち助手席に持っていくわは無理やな。夏が課題やねんな、もうこれからの夏。でもあのこれをつけておけば、夏は快適に過ごせるのは間違いないので。近い仕事は旦那さんの役で、あの夏場車中泊行ったら、あんたの役目やでって。夏でもね温泉とか行きたいからやっぱりクーラーは必要やねんな。だから温泉地ね温まって、でクーラーがキンキン冷えた車の中に入って、でもうキンキン冷えたビールを飲む、これがねキャンプアイデア。そう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 、これがね
もう幸せの一つやねんな。プハーみたいな。そう。お父ちゃん、マミーをプハーやな。それでも飲めないんで、こう。お父ちゃんはマミーだ。マミー。これ、思ったより仲いいな。これは、こういう系で初めてええと思うだな。やっぱりそうですか。僕初めて思いました。広い。インディー、うん、やっぱり、あの、置いといてな。一応、クーピーさんがあるから、インディーもどうやろうと思って乗ったけど、なんか印象が狭と思って。あのね、インディーはね、なんか違います？ここも入られへんかった。入りにくかったし。テントウムシも思ってな。でも小さい人にはすごい、ええんかもしれない、うんうん。インディーはね、上のベッド、ここまで板がね、外せなくなってるんですよ、法律で。だから、余計に狭く感じちゃうんです。まあ、これ今上げてるっていうのもあるけど、うん、この空間が軽とは思われへん広さを感じんねんな。あのやっぱり全体的に上がるんで、上も結構使うよっていう人は、うん、上は快適なんですよ。このこれ上がると高さがあるんで、うん、上はあの結構ね、あのほんまに寝るだけになっちゃうから、上にいる時と下にいる時とどっちの方が長くいるの、どっちがメインなのって考えたらもう完全に下なわけです。だったら下で過ごすのが快適な方がよりいいわけじゃないですか、うん、でまあ考えた末にこれにしたわけですよ、うん、これだと全体的に広い室内空間が実現できるんですね。このこう上がるのとこうといろいろねタイプはあるけど、やっぱりこうやな。これいいな。でもね、庭もええわ、これは。だから、ちょっと、道の駅とかってあれば、ちょっと、なんかちょっとやってる感があるから、ちょっと。これはもう、車のちょっとした、工夫みたいな感じで、これはするの？まあ、あの、うんうん、結構、その、人にやっぱよるんで、うん、そんなにあの、開け閉めの機動性がパッとできるのは、やっぱこっちなんですよ。ははは。だからこそ、さっき言ったあの、メリットもあれば、デメリットもある。うん、だからメリットが大きくなれば、それに比類して、デメリットも大きくなっちゃう。うん、一回こういう軽のキャンピングカー所で乗らせてもらって、狭いから A to Z さんのそういうのね、ああこれ広いよなとか言ってたけどね。 A to Z は確かに広いと思う。こっち系で私らがお金は別として体のサイズ的に行けそうと思ったのはこれが初めてやね。あのそれすごく体感しない。僕も最初にインディーとかのバッグとか乗った時に、うんうん、なんか想像してたの動画でやってた時は狭いと思っちゃったんですよ。ね、あれうまいこと撮影してんなみたいな。 0.5 な、 0.5 のワイドに映るカメラもな。はっきり言って軽は対面式よりもベンチの方が、あ、そうなんですか。絶対広く使います。それはちょっと思ってなかったね。それ思ってなかったね。なんで分かったな。対面と思うけど、そう思ったら体をこう動かすこと考えたら、そら横の方がいいな。そう、体の動線を考えたら、うん、だからね、そうですね、うん、やっぱりあの、うんうんうん、結局中で過ごすこと結構多いわけじゃない、うん、でやっぱり結構動線って大事になってくるんですよ、うんうんうん、で一回一回通るときにね、うん、そうなんですよ、そうなんですよ、これだけのですごいストレスね、うん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 、で、あの、他のやつだったら、こう、全体的に上がってるわけじゃなくて、うん、こう上がってるわけじゃないですか。はい、うん、だから、こう、狭いところか、こうやって、こうやって、こう、ですね。っていうのがちょっと嫌だな。はいや、こっちにいる分に対して全然いいんだけど、うん、いや太ってる人間なんか、特にここ、狭いところをこう通っていくっていうのが。うん、わかります。そうそう。私はわかります。バンってなるそう。ほんで、自分の体で物を倒して、あーでしょ。こいつは、あの、使いたい時だけテープをセットするんで、うん、普段は外しとくようにしてるんですよ。そうですね。その際、うん、広いわけじゃないから、うん、有限だからこそ使う時にだけ使う、使わない時は使わないにして、うんうん、いかにあの広く快適に使うかっていうことがやっぱり、俺としてや、俺としてそれが軽キャンピングカーの真髄ですよね、うんうん、いかにあの単車で行った状態で車で行くかや、もう共感されてないやんか。単車やったらちょっとの荷物できませんが、はい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 、その状態で車で行ったら軽でも広く使えるという理論も分かってくれないです。私は何でも心配性やから持って行こうとするんですよ。ああなるほどね、うん、これはいる、これはいるって言って、いで、いる、いらない、いる、いらないの戦いなんです、毎回。あの、やっと理解できた。割り切らなあかんけど、割り切れないんです、私が。でもそれはね、わかります、うん。僕も最初は割り切れないで、いろいろ積んでたんですけど、結局ね、そのシステムを使わないこともあるんですよ。うん、多いんですよ。うん、僕も心配性なんで、あれもいるかな、これもいるかなだったんですけど、うん、もう僕パンパンになっちゃうんです、そこですから。うん、
で意外と使わないっていうのがもう分かったんで、うん、もう必要最小限なのもだけに限定するんですよ、うん、やっぱりそういう取捨選択ができるようになって一人前のキャンパーではない。よしよしよし、見てみて、俺が言ってるのちゃうと、ジャマイカさんが言ってるどうすんの、あの素人キャンパーですけど俺が言ってるの、うわもう今後言われそうや、もうジャマイカさんが言ってたやろ、言ってジャマイカさんが言ってたやろって今後言われそうでもね、嫁はね、結構ね、未だにこう、ブワーッと動くから、ちゃんとでもね、あの、嫁さんには、これはいらねん、これはいるねんっていう風なことを言わずに、うん、なぜこれがいるの、それがなかったらどうなるのっていう、それをあることによって、どれぐらいのメリットがあるのっていうのを、ちゃんとこう、コンコンと説明して、そうされると嫁さんは、あ、わかりました、じゃあいらないですね、これはいるんですねっていうのは、最近わかってくれた。頭こなしに言うのってよくないんですよ、やっぱり。ちゃんとこう、議論して。うん、頭こなし、俺に言うとあかんねん。それ反対やん、それなんか変ですよね、今の会話。言い方気ぃつけなあかんねん、今岩田でじゃないかな。いや言ってない、それなんかおかしくないですか。でもあの確かにあの本当にね、たくさん荷物が乗るとガソリン自体の減りも早くなるし、今言うたら動線にも影響するし、不良の怪我をすることがあったりなんですよ。遊びに来てて、あのいろいろ詰め込んでて、あーってこけた人がしたら、そっちの方がね、結果的にの高くついちゃう。なので極力広く使うためにはどうすればいいのかから始まって、その限りあるスペースで最低限置くには、じゃあどのように置いたらいいのかというのを考えて、もうちょっと狭めるっていうこともすごく大事になってきます。ありがとうございました。いやこんなのジャマイカさんとこんな しっかりお話できるっていう嬉しさと、いやこの一つ発見やね。私ら体大きいからほんまにもう雨降りの身の置き場がなくってもうどうしようっていつも思ってるけど、こういうのいいね。ちょっと お父ちゃんが前進したな。ええな。うん。この木の質感もええわ。お父ちゃん木好きやもんな。でもね、なんかね、僕の手ケアはね、不人気らしくてね、あんまり人はいないんですよ。あ、そうなの？インディーとかバロックとか、はいはい、ね、あの、ハッピーワンとかレジストとか、もうその辺はめっちゃいるわけです、ミニボックス。ケアイだけはね、今までこの隊長さんと僕だけだったんですよ。そうですね、あんまり見たことはないから気づかなかったかもしれんね。極物というかね、だからあのクーピーさんもこれ珍しいですねって言われたんですよ。クーピーさんともおしゃべりになってるんですか。あ、まあクーピーさんはあのすごく楽しくて気さくな方なんで。いやもうクーピーさんはあのキャンピングカーショーでしか遠くの人やった。そう、いやいや近い、クーピーさんも意外にしゃべれるの。そうかな、私もジャマイカさんはすっごい遠い存在で、ああジャマイカさんや、ジャマイカさんと思ってたけど、こんな近くでお話しもらえるなんて。では、ジャマイカさんありがとうございました。いえ、またこれからもよろしくジャマイカ。星鉄子チャンネルでした。何それ頑張れよジャマイカ、でやりよ。もう、テレ屋さんやから困るわ。